さんこんにちは、ハニースパイスの赤色担当夏野文香です。検証企画今回は低周波マッサージ機っていうちょっとね電気ビリビリが来るマッサージ機を使って YouTube 撮影をしてきました。この企画なんですけど YouTube 撮影中にビリビリをつけていたらメンバーに気づいてもらえるかなっていう検証企画になってます。そうですね、マックスまでビリビリ来ると結構痛くて命の危険も感じました。それではどうぞ。あ、いった。これやばい、急に来たら。これ今どうです。あー、めっちゃこぼしてる。今スタートしてます。じゃあバレないスタート。おはようございます。皆さんこんにちは、私たちハニースパイスです。本日の企画はキキじゃがりこ選手権。イエーイ。はい、ということで、今から一人ずつねこちらの目隠しをしてこの5つのじゃがりこを食べてもらってどれがどのじゃがりこか当ててもらいたいと思います。イエーイ。自信ある人。はいはいはい。私でもハニースパの楽屋ってあんまりお菓子食べないんですけど、まあじゃがりこは割とあるし、ケータリングとかにじゃがりこ入ったらおいいじゃん、おいいじゃんってなるから結構いいんじゃないでしょうか。で濃いのと薄いのあるじゃないですか、うん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 、濃いのから攻めた方がいいのか。あー確かに。あでもさ濃いの食べたらさ薄いのもう分かんなくなんない。確かに確かに。そしたら濃いのからの方がいいのかな。いやいやじゃあ一旦これ一旦ね、一旦これからいきます。それではまず一つ目こちらです。え、もういいですか、ね、で、うん、それではまずこちらを食べさせていきたいと思います。え、待って、本当に分かんない。口の中に前のやつも味残ってんじゃない。え、待って、じゃがりこ全部本当に分かんない。え、本当に分かんない。赤舌選手権これ。あ、やばいよ。やばい、普通に何か届く。どこにいたんだけど。そこが見えてない。どう？どの味？え、マジ？そんなわかんない。これはこう、なんか、うん、しょっぱい。しょっぱい。これわかりやすいと思う。結構。クラチの予想を、一つ目に食べたのはジャガバターです。はい。そして二つ目サラダ。三つ目ホタテバター。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。これ食べたのホタテ。これうまい。うまっ。一回普通に自信ある。ありがとうございます。ラー油でこれ。うん。美味しいこれ。なんかじゃん大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。めっちゃ大丈夫。うん。この後もう一個ある。ドッキリ。あるね。だってまだ12時24分。小刻みにさっきは動いて。ねえ、そうそうしてる。動いてないよ。なんか今日も来るの早かったよ。なんか超早い。だってまだ20分前に着いたのにいたんですもん。これやばいよ。これやばいよ。しかも私なんか見ちゃったら。なんかしてるのよ。何してんの。してないな。でもこれドッキリかける経験者から言わせてもらうとマジでドッキリかける目そうそうするから。マジでウーバーイーツのあの商品と写真が違うなんて身入らない。あなたなんかニヤニヤしてる。なんかニヤニヤしてる。勘繰りが止まらない先輩から。さ言ってもいい、そのさコードみたいにさ。ん？あやばいやばい。あれ感づかないな。感づいよ、今日嫌いだよ。あそれは気づかなかった。まあ、見なかったことにしてあげるよ。聞きじゃがりこ食べますか。かわいそうに。ここからどうなるか分かんないもん。辛くないですか。辛い。
すよ。待ってよ、分かった。ビリビリ、ね、ずっとビリビリされてるんだ。やだやだ、次これつけながら動画ね。こうなる。めっちゃいいカメラ。